い、はい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 、続いてのコーナー、情熱牛久でございます。はいはい、まあね、普段ね、うん、レギュラーの方って、うん、なかなか日常を知らないんですよね。とかそうだね、いろんなその人のパーソナリティ、パーソナリティとかね、どんな生き方してきたのとかね。だからそれをね、うん、まあ、情熱牛久という、うん、今までに聞いたことのない、ない斬新な番組で、まあ、その人のパーソナリティどん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 突き詰めていこうじゃないかと、うん、そんなコーナーをですね、この24時間テレビのために考案しました。うん、はい、誰でしょ、うん、月曜からレギュラー順にこう、そう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 、紹介していくんでしょ。そうです。 OK というなわけで、月曜レギュラーの私ヒデが一番最初ってことだよね。そういうことですね。わ、ね、かりやすいね。チャンミー TV は月曜日から、うん、ことが進むので、うん、毎回ヒデちゃんからね、うん、やってる感じだね。 OKOK、okay, okay、よろしくお願いいたします。お願いします。でね、うんうん、もうね、早速なんだけど、はいはい、動画作ってきたの。もう動画作る人でしたっけ。動画作る人じゃないんだけど、最近作る人になってきてるけど、よしよしじゃねえよしじゃねえで、おい、うん、自分のね、生い立ちって誰も知らないじゃん。子供の頃こんなだったとか、うん、今回僕は今の自分よりもこんな風に生きてきて今の僕があるんですよっていうのを見てもらいたくて、うん、なんかすごい情熱っぽいでしょ。っぽいね。そう、なんかそ、うん、そうそう、うん、自分のほら今のことはさ、はあ、普段のシャミュー TV でも言えるから、うん、こういうことリリースしましたとか言えるから、うん、自分のちょっと過去のことを知ってもらおうかなと思って、うん、いろいろあって弟が結婚来週するのね、うん、とかもあるから、うんうん、自分のことも見直す、うん、プラス母の日のプレゼントにもこの動画作って母に見したりとかしたんで、うん、作ったの母の日に、うん、超いいね、そういうの大好き、うん、なんで、はいはい、まあ早速見てもらおうかな。うん、じゃあ VTR いけそうですかね。はい、 VTR どうぞ。1972年、昭和47年9月28日、この当時としては稀な11歳の年の差で、父原田功、母旧姓猪越理恵子が結婚。父功は寅さんで有名な東京都葛飾区柴又出身で、日が死となまってしまうチャキチャキの江戸っ子ながら、怒ったところを見たことがない温厚で仕事熱心な人。母理恵子は福島県須賀川市新田出身。子供の頃から男の子を引き連れて遊んでいた女ガキ大将。スクールメイズに入りたくて東京に就職を決め、福島から抜け出し、ゴーゴーディスコとダンスに明け暮れていた。スクールメイズに結局入らなかったが、楽しいことが大好きなファンキーな人。そんな二人の間に1978年10月22日に僕は生まれた。母が女の子が欲しかったという理由で、子供の頃は女の子のように育てられ泣き虫に育つ。何をするにも消極的で、知らない人に会えば泣き、知らない場所に行っても泣き、ヒーローショー、遊園地、動物園、どこに連れて行っても泣くような子供だったらしい。そんな子がヤマハのエレクトン教室の CM を見て、カカこれやりたいと言ったもんだから、母は驚き教室に通わせた。それが3歳の頃。ただこの話は二十歳を過ぎてから聞いたことで、ずっと無理やりやらされていたものだと思っていた。なんせ泣き虫でビビリの僕は、人前に出るのも大の苦手で、エレクトンの発表会なんてものは地獄、中止になるわけはないが、中止になることばかりを祈っていた。エレクトーンは好きでも嫌いでもなく、あって当たり前のものだったが、エレクトーンの先生があまりにも怖いので、ずーっとやめたいと思っていたが、やめるという度胸もなく、なんとなく続けていたのが小学生の頃まで。その間にすくすく育ち、見事に超えて、太っているのに足が速かったので、走る白豚という素敵なあだ名をいただいたりもした。
小学校の頃は児童会長もやっていたが、相変わらず人前に出るのが苦手な僕は立候補なんてするはずもなく、なぜかみんなからの推薦でなんとなく選ばれた児童会長で、会長は今日も会長としか発言しない役立たずの児童会長をやっていた。そして中学校に入学し、3ヶ月も経たない頃、登校拒否、今でいうところの引きこもりになり、自分の部屋に閉じこもる。2年間は全く外に出れない状況が続いたが、エレクトンの先生が家にレッスンを教えに来てくれたり、特別学級の先生が毎週のように顔を出してくれたりして、徐々に症状は改善していった。この頃にエレクトーンのプロになるという目標を持ち、次第に外に出れるようになった。身体に障害を持つ子や僕と同じ登校拒否の子たちがいる特別学級に通い、その友達とバンドをしたりハイキングしたりと遊んでいるうちに、次第に自分自身の明るさを取り戻していき、卒業式は校歌すら歌えず口パクだったが、卒業式には出席し無事に卒業。高校は定時制、いわゆる夜間学校に通い、昼はアルバイト、夜は学校。バスケと音楽に燃える。エレクトーンの音楽の世界しか知らなかった僕は、この頃に出会ったハーレーを乗り回す友達からはロックを、おしゃれな友達からはパンクを、ズボンを下ろして履いている友達からはヒップホップを教えてもらったり、学校内でバンドをやったりと刺激的な日々を送る。ようやく音楽であれば人前に出るのが苦手ではなくなる。平成10年1998年、念願の音楽の専門学校に入学。エレクトーンのプロを目指し、エレクトーンフェスティバル中村楽器大会で1998年、1999年、2000年と3年間優勝するが、もっとたくさんの人に聴いてもらえる音楽をやりたいと思うようになる。その頃に専門学校の同級生美和子の歌に感動する。人前に出るのが苦手だった美和子に渋々ながら歌ってもらうことの OK をもらい、2000年にホットドッグというユニットを結成し、本格的に活動を開始。あっちこっちでライブ活動をし、2004年ドリーミュージックからメジャーデビュー。シングル8枚、アルバム1枚、ミニアルバム1枚をリリース。2004年4月にリリースしたセカンドシングルマイウェイは、世界ウルルン滞在記のエンディングテーマに起用していただいたり、2005年6月にリリースした祈りは、懐かしの番組給与明細のエンディングテーマに起用していただくとともに、有線問い合わせチャート1位。2005年7月にリリースしたマイウェイ沖縄バージョンは、沖縄限定リリースであったが、1週間で完売したため全国版を急遽リリースし、全国で2万枚以上を記録するスマッシュヒットとなり、 J-POP 優先チャートでは30位以内にランクインした。そんなホットドッグでのメジャーの活動も3年で契約が切れ、ホットドッグの活動は休止。メジャー業界にいた3年間でいろいろな出来事があり、精神的に弱っていたこと、相方の美和子も去ってしまったこともあり、完璧に自信を失い、半年ぐらい飲みに飲み、荒れに荒れる。その後音楽を続けようかどうか迷いながらバイトを始め、そのバイト先で牛久に音楽ライブができるインフィニティウェーブというバーができることを知る。同時期に現在もリリースしているジュクボックスレコーディングスの DJ90 さんから作品を一緒に作ってみないかという話をいただき、バイト仲間の応援に後押しされ、本格的に音楽活動を再開することを決める。ジュクボックスレコーディングスの作品のリリースや、頻繁にインフィニティウェーブでのライブ活動をするようになり、徐々に牛久に来る回数が増えるようになる。牛久の仲間も増え、音楽活動も順調になってきた時に、そうそう、こんな感じ、こんな感じの人生なんですよ。
どうした？どうした？そう、それですごい感動した。ここから震災が起きてのね。で、僕いろいろや、まあ音楽ずっと見てもらった通り、ずっと音楽がそばにいてやってきたんだけど、そう、なんつうのかな、震災きっかけにやっぱり自分の音楽はこんだけ近くにいたんだけど、なんかの役に一体立つのかというところになったの、自分の中でね。そう、でもすごいショックだよ、自分の中で。なんつうんだろう、愛してやまない音楽が震災があった時に、これはなんかの人に役に立つのかって自分でも本当に思ったのね。で、ここまで頑張ってきたんだけど、どうしよう俺音楽って思ってたのね、思ったの。ここまで盛り上がったんだけど、もう一回ぶり返して気合入れて不調のように蘇ってきたんだけど、そこでドーンってなって、で、これはもう音楽はどうすんだっていう時に、まあ外じゃさ、別にさ明るくしてるからさ、 家行ったらさどうすかと思ってんだけど、で、その時にウェーブとかでよく飲んでて、で、そこでジロンさんという人に会って、そういう活性化とかね、その地域のために何かやりたいってはもう思うようになって、荒れた時も思ってて、地元に友達がいないっていうことはやっぱり地元じゃないのよ、一人で一人ぼっちだったからさ、家に行って荒れるに荒れてた時も。で、活性化やりたいなと思ってたのをずっと頭の中に残っていて、それでさらに震災があった時にそういうことやりたいなと思ったら、たまたまそういう人と会って、で、ラジオをやるようになって、で、いろいろこうきっかけで、うん、ラジオをずっ、ね、最初はゲストで出て、その次の週にパーソナリティやらないかっていうのと編集やらないかっていうことを言われて、それでこれはもう運命だなと思って、それでもう牛久の番組のだったので、後ろくれるよという番組だったので、そこで初めて牛久にもっともっと来るようになって、で、自分のこう音楽もありつつ違う喋りとかどこで人に伝えられるものがあるっていう風になり、それを続けていった時にチャンミョンに会ったんだよね。そうで、僕は今ここにいると。そう、そういうことです。そう、若林さん写真出ます？出ますよ。チャンミオ10回目ってやつ、チャンミオ TV って書いてある写真です。はい、ドーン、はい、そうそう、若かったでしょ。そうそうそう、で、チャンミオ TV のなんでいるかっていう理由とかも本当に、なんだろうね、牛久を盛り上げたいってのはあるけど、牛久が若いでしょ。若い、僕があれね、遅刻してきた時ね、そうそうそう、全然来なくてビール持ってずうずうしく来た時。そうだから、僕は今ジャミュー TV は牛久を盛り上げたいっていうのもあるけど、好きだからっていうのが一番で、で、ここら辺の時にジャミューと出会って、徐々にラジオもさ、ゲストで出て、ゲストじゃないや、準レギュラーでチャンミオに出てもらってた時があって、そのうちチャンミオ TV 手伝うからね、楽しいことしようねっていうのがあって、そう、ようやく今楽しいことができてるかなと思うわけです。はい、それで今僕はここにいます。はい、そんな感じでなんですが、ホットドッグ、せっかくだから、ホットドッグのライブって見たことないでしょ。 CD で聞いたことあるけど、ないないでしょ。だからホットドッグの動画を流そうかな。うん、前上のね、フルバージョンでミヤホ歌ってるやつあるから、行ってみよう。あ、音量を教えてください。こんばんは、ホットドッグです。
もうこれで、うん、じゃあ、あ、それで終わるやん。見たことある人だ。アロマスプレー、沖縄バージョン。眠い時とか使っちゃった時とかちょっとシュッ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 って。ありがとうございます。シュッシュッシュッとか。
はーい、というわけでホットドッグ、はい、なかなか初めてね、流した。すごい。YouTube にも上げてないから、これはそう、メジャーの契約が切れて、自分たちで動き始めた時の感じの V。まあ、そこから、ね、まあ、休止に向かっちゃうんだけどね。そうそうそう。まあ、そんな感じでした。で、菊池さん、祈りください。で、この曲。あれですね。そう。で、これが、さっきも言ったけど、震災があって、自分の中で音楽ってどうなのかなと思って、で歌物の歌詞が書けなくなった時にインストもので表現しようと思った自分の心をこう安らぐためっていうか自分のために書いた鎮魂歌の祈りになります。はい、そうでね、まとめると結局牛久に来なければそのラジオをねやらせてもらったりとか、その後にいろいろラジオつくば関係でねいろんな人とつながって去年とかもその関係の人の仕事をしていたりもするし、牛久に来なければ今ここにいるわけもないわけだから、本当に牛久に来てよかったなと、面白い人いっぱいいるしさ、いっぱいいるね。そうだからね、牛久に来なければこの今の新しい人生っていうのはなかったから、今僕は牛久をすごい好きで、もっともっとみんなとつながりたくて、もっとみんなと楽しいことをしたくてと思っているわけでここにいるのでございます。はい、それがヒデです。で、最後にちょいちょいね V で出てきてたんだけど、はい、これさっきの俺のプロフィールの動画の時にこれね、俺が登校拒否やってた時にね、これがね、中学3年の時ぐらいかな、2年かな、学校に行けなかったんでみんなからねこういうのもらったことがあるで、今すげえ大事に撮ってるの。これこういうのね、小学校、あ、これはね、僕のこと分かってる人は、小学校の時は家と学校とでは全然違う性格だったので不思議なんだと思った、今でもいる時はアホみたいで面白い人だと思ったとか、優しく真面目なところとか優しい人だと聞きましたとか、一日でも早く学校に来てみんなと一緒になれるといいとか、学校に早く来てたくさん遊ぼうとかさ、こういうのをねもらった時があって、すごい複雑なの分かるんだけどいけないみたいなさ、だからこの時に自分の中ではいけない自分も悔やんだし、なんだろうな、行くって言って約束破るじゃないけど行けない時があったのね、行きたいんだけど、だから今はできる限りこうね、そう、こういうみんなのね気持ちをね裏切りたくないなと思って動いてるのが私ヒデでございます。まとまったかしら。はい、あざーす、あざーす。てなわけでならね、そろそろミカチュウ、コメントまで、あ、コメント来てる、届いてるのでちょっとご紹介させていただきますね、うん、ありがとうございます。ね、チャビオさんお疲れ様でした。パタゴニアさん来てますけど、素晴らしい、感動した後ね、 ありがとうございます。松浦和典さん、ありがとうございます。はい、カヤさんも、うー、ヒデちゃんの V 泣けるジャマイカ、 ありがとうございます。泣けるジャマイカ。あの震災はたくさんの人の心を変える出来事でもありましたね、うん、と、うん、2人とも分かっているのは自信でしょうね。ラジオのやつでしょうね。ラジオ、チャミオ TV のやつか、10回目の、はい、ヒデさんのことよく知らなかったけどじんわり、 ありがとうございます。ヒデちゃんこれからもよろしくしゃん、よろしくしゃんです、ね、人に歴史ありですなと、ありがとうございます。まとめてもらっちゃいました、はい、いただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なミカチュウ、ミカチュウすげえ。いや、ポップにポップにポップにやってよ。ヒデさん、バトンの渡し方お願いしますね。では、次ね、次ね、はい、火曜日レギュラーのミカチュウが情熱牛久やってくれますんで、皆さん期待してね。なあミカチュウチャレンジ、ウイウイウイ、ウキウキハッピー、ハッピータッチ、ハイタッチ、あ、ハッピータッチ、映ってる、映ってる、オッケーオッケー、こんにちは。はい、おかえりなさい。すげえ。もうこれどうすんの？乱れちゃったよ。これヒデさんの後きついって。ね、ヒデちゃんのことすげえ分かっちゃったね。ね。でもさ、私もそうですね。ヒデさん、うん、何気にね、ちゃんと深く喋ったこともそんなないし、この前ね、レコーディング一緒にやったりとかしたので、ああ、そういえばちゃんと喋ったことないなみたいな。
感じだったんですけど、今ので毎日酔っ払ってるだけじゃないんだねって、ね、いつも片手ビール片手に ね、ふらふらとね、どっから降ってきたなみたいな、そう、ね、そういう意味でしたけども、でも放送なんか伝わってきますね、音楽にはそうだし、そうですね、真面目なんだろうね、ね、すげえでもどうしてそうだったのかっていうのもすごく伝わって、うん、いい情熱でしたね。そんなミカチュウ、火曜日レギュラーのミカチュウなんですけれども、ミカチュウでございますけれども、はい、この時間はね、うん、もう24時間ぐわーっと続けてきたので、私のこの30分、うん、私の時間帯はちょっとチャンミョンさん休んでいただく感じで、おゆるっといきましょう、ゆるっといつものね火曜日の感覚で、私結構ゆるっとあのずっとやってたけど、もっとゆるっとしてていいの？なんか私のなんだろう、それぞれの曜日のレギュラーのなんか個性みたいな感じでこのね、情熱宿があると思うんですけど、うん、ある意味私のなんか持ち味的に言うと、チャミオさんを安心させる空間を作れるかなっていうのが、ほう、まあ、某イバキラ TV、はい、あ言っちゃってるけど、某イバキラ TV さんですね、だったりとかのあのね、はい、ちゃんみおうんふんとかの番組とかでね、問題度はちょっとあったかもしれない、そう、うんふんとか、はい、の時とかもね、やっぱりなんかピンチヒッターじゃないですけど結構頼ってもらえたことがすごい多かったので、そういう意味でもなんていうんですかね、あんまり気を使わずゆるっと今日もこの時間帯だけでもと思って、というのと、まあこれはね口実と言っちゃあれなんですけど、 VTR がね、編集がね、昨日のね日中データ飛んだんで、お用意がねデータ飛んだの？飛んだんですよ。そうで、今日日中やったりとかしてても何回か飛んでるんで、保存しないとダメだよそれよくあるんだから、そうなんですよ、もうね泣きそうと思ってで、もう死に物狂いで繋いだあのね、私があのこの曲、今もそうですけど、あとエンディングにね、チャミオ TV 流してもらってる曲だったりとか、あのヒデさんね、音楽やられてますけど、一緒にこう続けてですけど、うん、音楽活動してるので、はい、そうですね、なんかもう何を話そうって、もう生い立ちとか本当は話したいけど、絶対もうそんなんだったらもう準備するものが、うん、もうね、大丈夫、おうそう、だからもうしっかりね、あのヒデさんみたいにやられちゃったらもうハードルが上がっちゃうんでね、大丈夫、 VTR 見ながら喋ろうかなぐらい、見ると喋っとこうかなぐらいな、うん、うんうんうん、あ、今のね、今ちょっと一瞬で、そうですね、じゃあちょっと長めなので流しながらいきますか、あの私たちが見ながら、そうですね、何ですかね、私が普段活動しているクロウェアというユニットの、紹介 VTR というかライブ映像などつないだ VTR があるので、それを見ながら話しましょう、はいということで VTR どうぞ。きっとこれは夢物語で、ふと君は僕の名前を呼ぶ、こんなわがままな僕を操れるのは君だけなんだよ、地球儀を逆に回したって何も変わらないの、僕はどこかで期待している世界の終わりを、暴走は絶対につかないよ、だから僕に命をください、暴走はつかないよ、どうか僕を信じてください、あ、結構長めです、結構長めなんで喋ってましょうそう、私たちのあのライブの去年の11月とかはチャミオさんにもあの MC やってもらったりとかしたね、そう、ライブにも来ていただいたりとか、そう、していただいたので聞いていただく機会もちょこちょこあるんですけど、カッパ祭りでね、昨年出演させてもらって、うん、コメントを読みながら行こう、私の時はいつもの火曜日の感じで、じゃあ、読んでこう、休憩所で一人うるうるしてる、うん、さあもう空気変えちゃって、いつもらしい宇宙と道のみか宇宙と、あの昨日ね、あの上でね、そう上であの裏24時間 TV っていうのやってて、宇宙と道
あ、ほとんどスルーですけど。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありますけれども、いろいろと。そう、なんか、一番遠いのって誰なんですかね、距離。牛久。東京だからピカチュウじゃない？になるんですかね。そう、なんかやっぱりみんなね、牛久周辺だったりとかして、まあ京都昨日に関しても特に思ったんですけど、やっぱみんな家近いから、いいなって思ったんで。そう、そういうことなんで。どうした？どうした？誰か物件。不動産屋さんはいくつかございますけれども、どこに編集しようかな。これ超アップですけど、私編集はちょっとあれなのかな。1年ないでしょ、まだ。そうなんですよね、これ3月まで1人だった。そうです、3月ぐらいから。で、3月の初めてチャンネル TV 出させてもらった。1人でライブに出演する時の告知で出演させてもらった。そうで、来ていただいて、そう、そういう時期があって、それでもうカッパ祭の時には今の2人で活動するようになってなので、本当にこの1年はチャミオ TV と同時進行で本当にガーッと走ってきた感がすごいあって、去年はそうだね、ピカチュウと結構一緒にいる時間が多かったね。そうですね、勝手に思っていた。本当に多かった。なんか最初の頃は結構ロケにもね、行く機会もちょこちょこあったのもあるし、もう番組にしてもマックスにしてもいろいろね、マルシェ行ったりとか、それはありますね。なんでそのさ、チャンピオン TV でレギュラーを受けてくれたんですか？レギュラーをやって、やろうと思ったのかな。なんか最初に、一番最初そのなんか告知だったりとか、まあ茨城でずっと、まあ生い立ち話し出すと長くなっちゃうんですけど、その音楽活動っていうかライブするようになって、去年と今年何年か。でもやっぱりライブする場所だったりとか、いろいろ活動のスタイルだったりとか、一人だとやっぱり支持してくれる人もいるけど、自分で決めていくしかないし、自分でそういうところに出たところで評価っていうのはもう目に見えてできるものもあるし、逆に何でもできる、そういう位置だからこそ、迷った時にもう果てしなく迷っちゃうんですよね。道しるべになるものが何もないから、もうただの意地でしかなかったりとかもするし、時にやっぱり改めてちょっと実家帰ってきたりとか、諦めたりとかも何回もしてたんですけど、挫折したりとか。でもやっぱりそういう時にも、なんか昔からもう中学卒業して高校の途中でもう上京してても、やっぱり茨城っていうものがすごい身近にあったので、っていうのと、やっぱり東京で住んでると茨城のやっぱり魅力だったりとか、そういうのの知名度だったりとか、なんか、あ、こんなにいいとこなのにやっぱ知られてないんだっていうのをすごい感じることが多かったので、やっぱり茨城を発信する何かをしたいっていうのはずっと思ったんですけど、だからブログで普通に茨城のものを紹介したりとか、本当に個人でできることはやっていたけど、でもそれって私の知名度が上がんなければその記事すら読んでくれる人がいないから、結局そこだなっていうのはすごい感じていて、でそういう時に最初は本当にチャンネル TV っていうのなんかネットで検索した時に見たんですよね。やっぱ引っかかったんだろうね。そう、何かで引っかかって、牛久本当に来たことがなかったので普段で、それのになんか牛久っていうものに何の抵抗もなく、距離なんか言ったら桜川出身なので遠いじゃないですか、もう筑波までしか行かないような生活なんだから、それ考えたら
うん、1回2回ゲストでね出させてもらったじゃないですか。で2回目3回目ぐらいの時にそのお話いただいたんですよね。でその時に、まあ、1周年のギリの時だったっていうのもあるし、でも何の迷いもなかったんですよ。なんか遠い人かちょっと思うじゃないですか、え東京に住んでる人か一切なくてっていうのは本当になんか1回目最初にチャンネルさんに会った時になんとも言えないなんか安心感じゃないけど波長が合う感じ、うん、がすごいあって、なんだろう年上なんだけどなんかそういう距離感じゃない近さを感じてて、まあ結局目標というか目指してる考えてることが近かったりとか普段の発想とかがなんとなく近いなってあったら、いやなんかこの人の近くに行ったら私なんかできるみたいな何も根拠もないそういうのがあったから、ただなんか番組に出たいとかじゃなくなんか普通にチャンネルさんのそばにいたいっていうのがすごいあって、うん、だからなんかその牛久で毎週火曜のドラマとかもちょっと思ったけど、でも全然それでもっていうのはすごいあったんで何もそっくりでした、うん、いや実際まあレギュラー多分続けて1年間、うん、でも早かったです、なんか毎週っていうのもあるんでしょうけど、なんか毎週やっぱり毎週来る分満足できるものを一歩先に準備して火曜日を迎えられてないことがだんだんこうなんかその場しのぎみたいなのが何日かやっぱり続いちゃったりとかするとああどうしようってなっちゃうんですけど、それをやっぱ余裕持ってもうちょっとやっぱ準備だったりとかしたいっていうのはすごい今の課題ですけど、どうだったら回転できるかっていうのが、そうですね、どうやったら回転できるのか、毎週一本の番組を作るっていうのはすごい、うん、本場のプロの人たちもやっぱり結構作ってくれたりとかっていう友達もそれをさらに自分自身と頑張って仕事とは別に片手でこうやってやってるわけじゃない、お互い時間もなかなか一緒に合わないこともあるけど、どうやったらこうチャンネル回路とか持っておきたいかっていうのは、そうですね、やっぱり曜日によってね本当に個性がいろいろ違うレギュラーの皆さんなので、それを踏まえた上でそのチャンネル TV というものをどういうものにするかとか、もうやっぱそこはね毎回その話題はね毎回上がってる話ですけど、でもやっぱり一緒の新メディアっていうのは全体でまああるじゃないですか。だからみんななんか地元じゃないしとかも全くなく、私からしたらその牛久を発信したいっていうのは全体にはもしかしたらないと思うんですよ。ただそれはなんか牛久じゃないからっていうのはどうしてもあるし、でもその牛久のみんなが本当にこの番組としても本当にいい人ばっかりだなっていうのをすごい感じてるから、あこういう市民が集まるしが全部がそうだったらいいなとすごい感じて、やっぱり桜川の地元に行かれたとかも、ああ牛久みたいだったらいいなとかもどうしても思ったりとか、やっぱこういう若い人たちが集まって何かをするっていうことすごい楽しいし必要なことだし、周りから見てもなんかやりたいけどできないとかやりたいけどやり方わかんないっていう人がやっぱ多いと思う。私も桜川市でそういうことやりたいと思ってもじゃあ何からやるって言ってどうしようってやっぱり毎回思うとかね、そういうのを含めてもチャンネルさんが一人でこの番組を始めたことがもう明確にあるから、だからこそ近くにいれば学べるものはすごいやっぱ一年間として多いなと思ったし、なおさらしなんかそれで地元を盛り上げるとか地元のためにっていうのはどれほど難しいかとかもう本当に学べた一年だったので、それを学んだ上で自分で何をしたいかとかまた考え直さなきゃなとか、あとなんかそうですね、なんか牛久の出身じゃない私が牛久のために何ができるかとか、すごいそこはまだまだずっと考えがまとまってないところもありますし、そうだね、その観点はでもひでちゃんも牛久じゃなくて、それででも思って、ヒデちゃんもヒデちゃん多分観点でやってるんだと思うんですけど、ミカチも歌ってる観点で、
ーだけど、でもやっぱ茨城だしとか、どっかでやっぱつながりがあるし、何かがあるからこうやって集まってるわけだし、なんかそれだけでなんかその空間に入れることが本当に自分で幸せなんですよね。そこで何がしたいっていうか、二の次になるとは思うんですけど、そういう思いの人たちが集まってる空間っていうのは、もうそこにいるだけでやっぱり意識的にも毎日が絶対楽しいし、人生で一番なんかそういうのが充実してるんだなって感じるのは本当にこう1年が本当に今までで、なんか動いてる実感もあるし、なんか楽しいって本当に心から思ってるのは強いので、2月はじゃあ、1年間ぐらいじゃん、うん、来年はどんな、来年ね、多分またですね、来年5月からさ、そうですよね、やっぱりなんか今1年間っていうのはなんか位置的にはどうしても作ってあるものに参加するっていうので始まってるし、どうしても年下だからっていうのもあるかもしれないですけど、どうしてもなんかこなすだけ、時間帯にしてもプランの方針にしてもいろんなことに関してもなんか決まったことに参加して、それを多分分担されたのこなすとかが多いし、多分他のところでもそういう感覚は今までも通って強いと思うんですけど、なくって今度からはもう本当に自分から一歩先に行って、それがこの番組のためになったりとか、そういう風にしていきたいなと思います。それがなんか与えられた道じゃなかったとしても、それで私が選んだ方向がこの番組にとってもっと明日になったら、それは間違ってなかったなって思えるだろうし、そういう風にもなっていきたいなと思うし、でもね、自分もみんなに何人かそういう風になっていってほしいなっていうのはすごくあるかな。みんなでこういう風にありたい、地域を一つに向かっていきたいなと思って、地域を思いに向かって、それぞれみんなが自分の考えるこれが家族になる、自分の考える思いであるっていうことを、それぞれみんなでやって、でも普通に高校一緒ってさ、なんかみんながそれができる、思いだけは一緒だからこそ違うみたいな、好きが中が年下だからとか、なんだろうな、途中から入って1年間始まってからのスタートっていうわけです。やっぱりここは好きが中の今中に関われる、関われるというか、できるというか、すごく楽しみにしてるし、なんて言うんだろうな、さっきも吉本の話があったけど、吉本の、芸人さんとかは入ったり順手番組さんとかこういろいろやってるって言ったけど、その年齢的にはね、こう入った順っていうよりもなんとなく年齢をすごく気にするんだけど、それがじゃあ一番下だから甘えていいんだよ、甘えないでしょ、甘えなさいって言うけど甘えないじゃん。そうですね、もう最初の頃からね言っていただいてますけどね、だから今中は甘えて、自分が年上になったりやっぱりお世話になったり甘えてきたことを自分の下の子たちに同じようにしてあげるように、そうやってなんていうの、多分誰かの今日のキングか誰かの自分が下の子たちにしてあげられるようになったら、やっぱりそれは自分もさ、やっぱり上の人にはすごくよくしてもらって、本当に本当に、まあ、上下の人たちにそれができてるかっていうと全然そういうわけでもないんだけど、できる限りそうしていきたいから、年下の子はなんで甘えられないの？でも、もうなんか甘えないようにするとかじゃなくて、根本的に甘え方を知らないんですよ、自
分でもそれは自覚があって。なんで高校の途中で東京行ってたりとかして、なんか他の方の環境の中にねいることのが結構多い、多かったっていうのもあるし、なんかあんまり誰かに頼って行けなかったのもあるんですよ。そういう友達にしてもそういう仕事の関係にしてもですけど、なんかやっぱりソロっていうか一人での活動だからこそ、なんか自分で必死に登んなきゃとか、ここまで行かなきゃ認めてもらえないとか、自分の中に変なデータを作ってたから、その誰かに頼ってここまで行くとかそういうのは考えなかったし、なんか支えになってもらうための甘えとかも必要としなかったというか、意識的に求めてもなかったんですよね。目標がそこしか見てなかったから、だからチャミオさんに言われた時になんか初めて言われたなと思って、でもそれは甘えたいのに甘えられる存在がいなかったとかいう感覚もなかったから、私って甘えられてないのとか、甘えるって何っていうのが一番最初に来ちゃう、うん、甘えるって何、甘えるって何ですか甘えなさいはどういうことですか、なんだろうね、うん、なんかやっぱりミカチュウはどっかで、なんだろうな、ミカチュウらしくいなきゃいけないみたいな、タイトルが出た、あ、終わりです、はい、うん、全然 見ながら喋れてなかったけど、ね、大丈夫、うん、もう全然関係ない話してたけど、うん、なんだろうな、ミカチュウはこうあるべきであるっていうのは、うん、なくって、ミカチュウは多分そう、今まで多分人よりも早くに社会に出てるから、こうした方がいいっていうことももちろん分かってると思ってて、だからそのまんま来ちゃってる、確かに、なんていうのかな、そういうのが前に出るのも、そういう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 のも、あ、そうなんだ、それもそうなんだ、なんか自分のミスだしとかそっちが思っちゃうんだけど、でもそういうのもあるよ、そういうのもあるよ、そうそうそう、どうしようどうしよう、クルクル回ってる、チャミオさんやその3月、去年の3月、おととしの3月か、去年の3月ですね、に私と会った時の印象ってのどんな感じでした、話変えたないや、だから最初の印象がそうだったのかなと思って、うがちはね、うん、最初に会った時は、うん、いや、そんなに最初に会った時はね、うん、すごく元気な子だなっていうか、うん、まあ、チャンミオ TV に自分から出たいですって連絡くれた子初めてだったのね、はい、連絡が来たの初めてだったの、うん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 、一体どんな子かなと思って、うん、そう、すげえガツガツした子なのかなって思ったら、うん、そういうわけでもないし、うん、ガツ、なんて言うんだろうな、うん、でも ね、最初に会ったけど初めて会った気はしなかった、うん、そう、私も思いますね、自分がね、ミカチュウとの、なんだろうな、すごく、なんだろう、ミカチュウを、うん、あ、可愛い妹だなと思ったのは、一緒に、あの、あやめ、あー、いた子の、こう、あやめじゃないで、うん、いた子のあやめなんて、うん、はい、に行った時に、あのさ、なんだっけ、嫁入り船、はいはいはい、なんだっけ、何船っていうんだっけ、十二橋、なんか、ちょっと忘れちゃったよ、名前どうしてちゃったでも嫁入り船、でも、うん、そう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 、に、うん、一緒に乗りながら、うん、こう、日向ぼっこしながら寝ちゃったりとか、うとうとしますねそうね、船乗って寝たっていう取材しなきゃいけない2人、私は寝たとか爆睡みたいなあと、まあ、遠くまで一緒にドライブしてたから、なんかその鹿島の方にブルーベリー狩りに行くときに、うん、ミカチュウのまあ生い立ちじゃないけど、あ、そうですね、その話したのそこが初めてでしたね、その話したときに、うん、なんとなくなんかミカチュウって、うん、やっぱりこうそういう環境があったから、うん、あ、だから大人っぽいんだろうとか、うん、大人っぽくてどっか、なんだろうな、どっか、でも冷めてるかなと思ったんだよね、うん、言われますね、うん、どっかこう、なんか冷めてる感じがしてたんだけど、うん、あ、でもこの環境が
理科系をこういう風にしたんだなって思う。でもそれは多分早く社会に出ていろんな経験をしたからいろいろ勉強もしたと思うし、分かんない、この自分が知ってる、そう、芸能界とかもそうだけど厳しい時代だと思うから、そこにいたから多分すごく、周りを気にする、多分ミカチュウっていう人を、多分どっかで作ってるんだと思うの。でもそれが私はなんかそのミカチュウじゃないミカチュウを、技大丈夫最後締めようとしたのに泣き出したちょっとどうしよう、これ締めらんないよ、どうすんの私、そんな大役ダメだよ。じゃあトミーの VTR にね行こうね、そう思ったからね、なんかすごい可愛いことだと思ってます。はい、お姉ちゃん号泣トミーがね、いないからね、はい、あの VTR なんですよね、はい、泣きじゃねもうちょっと頑張ってよ、はい、終わらないかな、まだ、はい、はい、トミーとバトンタッチで多分画面の奥で見てるでしょ、トミーサッカーの試合はどうなのかな、大丈夫かな、私話まとまってないけどな、まあ大丈夫だよじゃあトミーの VTR、はい、続いてトミーの VTR ですね、トミーがどんな人なのかっていうのを VTR もう行っちゃってますか、じゃあトミーの VTR 行ってみましょう、トミーよろしく。皆さんこんにちは初めての方も初めまして、チームチャンミオで、毎週水曜日のレギュラーのトミーです、どうもどうも、今日は本当は24時間チャンミオ TV に24時間出演する意気込みだったんですけども、まああの僕今サッカークラブのつくば市で働いてて、今日はどうしてもホームゲームがね今あのやってるんですよ、あの筑波大でね、筑波ジョイフル本田筑波 FC の試合がありまして、でこの時間はちょっと来れないということで事前にちょっとビデオ収録ということで、まあ今回情熱牛久で、まあそのレギュラーごとの、自己紹介っていうかどんな人なのっていうコーナーを、まあ、30分、まあ、いただけるってことで、まあ、自分のことを30分話すのって結構初めてな経験なんですけど、あの自分の頭の中も整理する意味でちょっとなんか楽しみな30分になるかなと思いますので、 お付き合いいただければと思います。で今日はあのここ会場がですね、あのつくば FC の、今はちょっとイオンモールつくばの中にね立派なクラブハウスできましたけど、それまでまあ今もなんですけど、そのつくば市のつくば駅から歩いて徒歩10分のホテルマシマの一室をまあもともとね事務所としてつくば市借りてまして、そこで今ね、あのチャミオ代表とちょっとね収録してましてね、はい、はい、チャミオもいます、いますなんかいいよね、このなんか落ち着き感というか落ち着き感、でもトミー、はいはい、もう今の時間11時半越してるよ、半越しましたね、もう今日あれですね、収録してラジオ収録してこの収録ですよ、24時間テレビいよいよこう迫ってきてる感があるなとそうねいうところですけど、まあ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 、そんな僕トミーですけど、まあどんなもんなのかっていう話からじゃあ言ってみますか、はい、じゃあ話をしてもらおうじゃないですか、これ測ってる、なんとなくなんとなく、はい、じゃあで、まあまあまあトミー、富澤くんどんな人なのかと言いますとね、まずはい、誕生日行きますか、気になるでしょ、1900、こんなんですよ、83年の5月4日まで、はいはい、おピンときた方いらっしゃいます、いや、なんであんまりピンと来ない、来ない、だって、あれでしょ、5月といえばゴールデンウィークに実は生まれたんですね、今で言う緑の日で、今年からスターウォーズの日になんか、まあ、認定されたというビッグニュースが僕の中で入りまして、これあのスターウォーズのなんかそのなんですか名台詞の中にメイザーフォース、
で意味がフォースと共にあらんことっていうなんかフレーズと、あの英語で5月4日ってあ抜けてるね、 Y が抜けてるね、うん、メイザホースと、まあ、語呂をかけて、なるほどね、まあ、スターウォーズの日とっていうふうに日本でもなったらしいんですけど、うん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 、というぐらい覚えやすい日に生まれたよと、うん、だけど、うん、まああの実は、今自分31歳になったんですけど、うん、31年前はただの平日だったという母親の話で、うん、で、5月3日って何の日か知ってる？憲法記念日。そう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 、うん、で5月5日は子供の日、子供の日じゃん、うん、で、まあ、祝日と祝日に挟まれてそこだけ平日なのはさ、うん、なんか休みづらいよというお話があって、うん、でじゃあ祝日と祝日に挟まれた平日を国民の休日にしましょうってなったのが多分自分が生まれてねいくつだったかな 2,3 年後になって、うん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 、そこでゴールデンウィークがね始まったっていう話なんで、それを聞いておーおーなんだじゃあ自分が生まれる前はただの平日だったのがよこれは僕が生まれてからゴールデンウィークになったんだっていうのを聞いて、ほうほうなんか面白いなとほうほうほういうふうに思いまして、だからまあそんな5月4日に、生まれたんですけど、うんうん、まあ今つくばい市でねこれね働いてますけど、うんうんうん、まあ実際のところ、まあ、何者なのかとどこで生まれたのっていうんですが、はい、うん、ここ東京都足立区出身、はい、東京都なんですね、茨城県つくば市じゃないですねそうなんですよ、うん、東京都民だった、今は今はもうつくば市市民、つくば市に税金、うん、住民票も移動して、はい、もう住民税払ってます、はい、もう早かれこれ何年だ、もう6年目ですねつくばに来て、うん、まあそれまではいろいろあの、まあ、も小学校中学校まで地元でねいたんですけど、うん、足立区立花畑東小学校、うん、今は亡き花畑東小学校、あ、亡くなっちゃったんです、あのね統廃合して、うんうん、自分が卒業した2年後にね統廃合で亡くなっちゃったんですけど、でも小学校1年生入学は花畑東小学校で、うん、ただここでちょっとね、まあ、僕の人生を変えるべき変えた出来事がありまして、うんうんうん、この小学校2年生から4年生まで海外に実は僕いまして、うん、でそれが